あれ、あの人って。また会うなんて本当に奇遇だね。そう身構えないで。僕は幸せな空気に浸りに来ただけだから。ここ今は君の部屋かもしれないけど、反システム時間前は僕の部屋だったんだよ。ラッキーな当番号、ラッキーなフロア、ラッキーな部屋番号。この素晴らしい場所を予約するために結構苦労したんだけど、君に譲ってあげたんだ。大切に使ってくれよマイフレンド。決まってるじゃないか。まさかファミリーがタダで提供してくれたと思ってたのかい。ピノコニーは正真正銘の夢の地だ。この銀河に生きるどれだけの人たちがホテルレバリーの宿泊券を手に入れるために半生を費やしていると思う。ここに泊まれるのはどういう人たちかよく考えてみるといい。僕が裏で手を回さなければ、ファミリーがそういう大物たちを敵に回してまで君みたいな招かれざる客に門戸を開くわけがないだろ。だからほら、座って話をしようじゃないか。感情の面でも道理の面でも僕にはその資格がある。違うかい？賢い人は話が早いね。簡単に言うと、僕には君の助けが必要なんだ。君は知らないかもしれないけど、ピノコニーは見た目ほど単純じゃない。ここにはあちこちにファミリーの手の者がいる。はっきりとは言えないけど、わかるだろ。僕の目的は単純明快、カンパニーのものを取り戻すことだ。もし君が手伝ってくれるなら、成功した暁には十分な見返りと孫悟の加護を得ることができる。何しろ君は他の人とは違うからね。君は特別。そう、このゲームをひっくり返せるくらいに特別だ。その力を使ってみたくはないかい？あるいはそれから離れたいとか、宇宙に名を馳せたいとか思ったことはないかい？誰もが恐れ渇望する力が君の手の中にある。性格ちゃん、そうだろう？今知ったんだよ。考える時間も欲しいだろうから、今すぐ答える必要はないよ。木が熟したらまた僕の方から君に会いに来よう。もちろん君も仲間と相談しようが、逆に僕を利用しようが構わない。何だろうと歓迎する。それも君たちの価値を僕に証明することにつながるからね。僕は損する取引はしない主義なんだ。フレンド諸君、僕をがっかりさせないでくれよ。うん、それでいい。ああ、そうだ。出ていく前にゲームをしよう。何？お互いをよく知るための簡単なゲームさ。こうして知り合った以上、君にはもっと僕という人間の性格や物事の進め方を理解してもらいたいからね。左？それとも右？それじゃあ答えを発表しよう。ああ、まだ君がどちらを選ぶのか聞いてなかったかな。でも大丈夫。なぜなら、ゲームはもう始まっているからね。さあ、僕と取引をしよう。君は断れない。
断る理由がない。断る余地もない。おい。は？私の部屋で何をしている？君の部屋？すごいな。ピノコニーに来て間もないのに、もう他人を仲間に引き入れる術を身につけたのか。誤解しないでくれ。さっきは君に注意したかっただけなんだ。ここは人で溢れていて、よからぬことを考えてる奴も多いから、十分に気をつけた方がいいってね。例えば、ドアを閉め忘れないようにするとか。じゃあ、僕はこれで失礼するよ、お嬢ちゃん。楽しい時間を過ごせますように。どうして出て行こうとしない？なぜ私が出て行く必要がある？からかっただけだ。気にしなくていい。ここは間違いなくあなたの部屋。さっきあの男が廊下でコソコソしていてな。自分の部屋に戻るようには見えなかったから少し警戒していたんだ。その後、あなたが同じ部屋に入っていくのを見て、なんとなく理解した。さっきは状況が状況だったから、他の言い訳も思いつかなくて、勝手なことをしてしまったが、どうか気を悪くしないでほしい。とにかく、あなたが無事でよかった。私も自分の部屋に戻るとしよう。だが、出て行く前にもう一つ質問してもいいか？少し奇妙というか、失礼だと思うかもしれないが、それ私たちはどこかで会ったことがあるか？恥ずかしい話だが、過去のある出来事のせいで、私は忘れてはいけないことを忘れてしまうことがある。だから、こういう確認も日常的にしているんだ。気にしないでくれ。それがあなたの名前だな。こうして会えて嬉しい。忘れたのか？あの男が去り際に言っていただろう。いくら記憶力が悪いとはいえ、数分前のことを忘れるほどじゃない。巡回レンジャー。読み、周りからはそう呼ばれている。あなたもそう呼んでくれて構わない。私たちはきっとまた会うことになるだろう。最後に少し忠告を。決死の覚悟と信念を抱きながらも、それを正しいことに使おうとしない連中がいる。あの男の顔には私のよく知る表情が浮かんでいた。刀を携えていれば何かを切る定めにある。そしてギャンブラーは負けて全てを失う前に必ず背水の陣を敷き、オールインに打って出る。私が言えるのはここまでだ。こういうことは選択する前に知っておくべきだからな。じゃあ私はこれで失礼する。ヨミは帰って行ったけど、おかしい。さっきからずっと変な感じがする。まあいいや。いろいろあったけど、これでようやく眠れる。え？ああ。その、すまないが、ロビーへの戻り方を教えてくれないか。この辺りの廊下は本当によく似ていて。やっと終わった。無強パスポートのガイドの通りにドリームプールを操作しよう。